出した技ですよねみたいな、まあ、川尻やっぱりなんだかんだでもうスイッチ入ってたし、彼の気持ちを全部で受け止めてやるぐらいの気持ちでいたんで、あの真面目なしにストライクホーストも刺しに行くし、戦国でもやりに行くし、関係ないですからね、行けって言ったところに行きますからね。戦国としてはあれですよね、有名な選手、強い俺らみたいなぶっ倒して戦国やった最高みたいなこう取りたいわけですよね。でも分かってないのは、俺らほど格闘技をお前ら愛してないし、俺らほどイベントに対して情熱持ってやってないし、お前なんで泣いてんだよじゃあだってあれだもん、ヒーローだもん、ドリームアイないですよね。ドリームアイありますか？ドリームアイないですよね。この嘘っぽいねどんどんなんか膨らんでて胃もたれみたいな感じ本当はドリーム最初嫌いだったんですか？僕ですか、はい、嫌いじゃないですけど、なんか好きだなってでも今は好きすごいですよね。